現在進行形を完全攻略 What's poppin'? How you guys doing? セキです。みかんです。今回はなんと自制シリーズ第2弾。2弾現在進行形をマスターしていきます。現在進行形お願いします、はい、Alright, let's get this started。現在進行形皆さんご存知ですか？これはですね、習ってる人は分かってるかもしれないですけども、何々しているという意味です。まさに今しているみたいな、yes. はい、これが皆さん一番のイメージについてると思います。で、その何が進行形なのかというと、この形で言うとですね、うん、B 動詞プラス動詞の ING っていうのを習ったと思います、はい、B 動詞っていうのは、まあ、前も動画でやったんですけど、うん、I だったら am、 He だったら is とか、うんうん、C だったら is とか、あとは You だったら are みたいなね、これが B 動詞っていうんやけど、それプラス動詞の ING、はい、ING っていうのは動詞プラス ING ってことね。そうだね、うん、例えば study だったら studying とか studying。他に何ある？例えばじゃあ cry、 あ、crying、うん、はい、crying、 crying ね、うん、looking、 looking、 look、 looking、 見てますとかっていうのがありますと。で、うん、ちょっと例外はあります。例えば make とかね、あ、スペルの例がね、うん、make とかの場合は ing つけるとなると e が消えて making とかなる。確かにそうだね。そう、 e で終わるのはこう e が消えたりとか、うん、するんだけど、まあ、ちょっと例があるんですけど、基本的には動詞プラス ING と、そうですね、いうところが、まあ、現在進行形の形、はい、形です、となります、うん、で、ちょっとその不規則なね、その先のメイクみたいな例で言うと、うん、まず確定で分かりやすいのは E で終わる単語、うん、っていうのは E が消えて ING つけますと、うん、で、なんかもう一個あるよね。あのね、もう一個あるんですよ。ちょっとややこしいんですけど調べると、うん、子音プラスアクセントのある母音プラス子音、ややこしい、がある場合は、うん、最後の子音がもう一個つくと、そう、ついて ING になるのね。これ難しい。例えば、うん、プット、プット、僕、お、プリン、プリンね、 T が2つつく、そうそう、おとか swim、 泳ぐの、うん、swimming、 swimming、 M が2つなってるの、そう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 、これむずいね。むずい。でもこれ正直、うん、そういうルールで覚えるとなんか多分覚えられないから、難しい、もうスペリングで覚えるしかない。あ、 swimming はこういうスペリングなんだって覚えるしかない。まあまあやっていくと慣れていくもんね、うん、そうね、書けば。だからまあ、うん、ここはあまり気にしなくていい。確定なのは E で終わる言葉はまあ E 消して ING つけたら OK、 それ以外はまあ動詞プラス ING で OK なんですけど、今回はまあこういった現在進行形というのもネイティブにもガンボリ、ガンボリしていきます。ガンボリって何？ガンボリもうガン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 掘っていく。あ、そういうことか。ガンボリして現在形習ったことない人でももちろん理解できるし、習ったことのある英語中級者でもこういう感覚ネイティブ持ってるんだっていうのがこう分かって、多分もっと納得感を持って現在進行形理解できると思うんで、お楽しみに。はい。で、まずよ、うん、コアイメージってのを聞きたい。コアイメージで、うん、要は現在進行形っていうのを B 動詞プラス ING ってあるやん、うん、それを どういう感覚でネイティブは思ってるのか。あ、なるほどね、イメージか、うん、まずじゃあ前提として現在形、この間やったよね、現在形やりました。現在形、普通の現在形っていうのは時間の感覚がない、はい、そうで、まあ、今と未来がこうつながってもう広がってってるふわーっていう感じなのね時間の制限はなかったってことね。そう、ない、まあ、例えば習慣を表すとか。あ、そうだね、習慣ってもうずっと繰り返されることだとか、一般的な事実とかね。そうだね、虎はウサギを食べますとか、あの普段ね、あ、まあ、はいはいはい、そういうのはまあ時間的な制限ないやん。そうだね、昔からそういうもんだし、今もこれからも多分そうだよね、うん、そう、うん、それが現在形と、はいはいはい、で今回の現在進行形は、進行形に関してはですね、うん、なんと時間の制限があるんですよ。制限がある、そこが違い、分かりやすいね、逆ってことか。逆、そう、めっちゃ限られてくる。ほうほうほう。そうで、どういうことかっていうと、何かの、まあ、動作って全て始まりと終わりがあるんだよね、うん、はいはいはい、でそれの間の一瞬を切り取ったものが進行形です。一瞬こうライブ感みたいな感じ。そうそう、めっちゃライブ感だからこそ今何々をしてる最中だっていうのが言えるってこと。あ、まあ確かに日本語訳で覚えてたけど、うん、そういう背景があるってことね。そういう背景が、始まりと終わりがあるってのがポイント。そう、何事もやっぱり始まりと終わりはあるんですよ。そうやな急にどうしたちょっと深い話に持ってきろっとした。まあちょっと、まあ一つ例を挙げてみると、例えば何かある、何か主な現在進行形の例、その始まりと終わりがあるっていうのをこう確認したいからさ。あ、 なるほどね。そうそうそう。例えばじゃあ、うん、I'm watching suits。 I'm watching suits、うん、どういう意味ですか？これはスーツ、あのアメリカのテレビ番組ね。あ、海外ドラマのね。そう、ドラマ、はい、を私は見ている。私は見ている、うん、はい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 。でこれじゃあまず分解すると、スーツを見始めた瞬間があるよね、はい、これが始まり、見始めたのが始まりってことね、うん、そう。で、終わりは見終わるとき、見終わるとき、うん、はいはい、それの間、まさに見てる最中ってこと、ね、見てる最中、ここをこう取り出してる、ね、取り出して焦点を当てた、覗き込んでる感じ。あーなるほどなるほど、確かに、うん、そういうことか、始まりと終わりっていうのは。そうそうそう、はい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 、うん、で、じゃあ他の例文でいくと、うん、I'm walking to Seika's company。
おお、どういう意味？私は株式会社正家に、まあ、歩いて行って株式会社正家何言ってんやろな何を言いたい、うん、パーカーだ出ましたパーカー好きなんでパーカーどこ行きましたパーカーないですやっぱりなんで？でもパーカー今着られへんやないかいでもパーカーキャラを崩したらダメですよねそうそうまあ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 相互着てくださいアロハシャツできます夏は相互交互着てあ交互着てですねすいません失礼しました相互着てねまあはい、はい、あのそう、うん、文章で言うと株式会社正家のに向かって今歩いてますそうこれもさっきの理解で言うと歩き始めたそのスタートね、うん、歩き出し始めましたで株式会社正家ゴールするねそうたどり着くっていうのが終わりテク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 その間こうそこをこうカメラでパシャってこう撮ってる感じそうそうそうだからなんかこう歩いてるせいく、うん、せーのみたいなナウみたいな感じねまさにそうナウ感ナウ感がある、うん、だからそうライブ感があるライブ感がある、うん、なるほどなるほどそうなるとやっぱり疑問に残るのが状態同士お状態同士皆さんご存知ですかね何ですかあの始まりと終わりが明確化しづらいのがあるやん、うん、例えば like とか好きっていうのって終わりあるみたいな確かにいきなり始まりもいきなり終わりもないねとか live とかねあ live、うん、私はそこに住むっていう意味なんですけど、うん、こう住むっていうのもまあ今の状況を述べてるだけでこう動作ではないやんそうだ動作ではないってことも始まりも終わりもないしただなんか今の状況を述べてるそうだねそうだねとかあと似てるっていうね似てる resemble とか resemble ああ結構皆さんご存知ですかこれも似てるというのを表してるからこれもスタートも終わりもない、うん、例えばプレインサッカーとかと比べると確かにプレインサッカーはいきなりプレイし始めて終えるけど似てるはいつから似る、うん、似終わるとかないからいや分からへんよね時間のこう区切りがなくてこうビューってこうのっぴりしてる感じある、うん、のっぴりのっぴりのっぺりのっぺりねだからこう使われへん感覚あるやん確かにでこうその学校でもなってなんか状態同士は ing つけませんみたいなあー know とかね知ってるとか know もあるねこう知ってるもだって今の自分の状態表してるだけやからスタートも開始も分からんいつ知ったって終わりも分からんねこれはだからやっぱ使われへんねネイティブも絶対使ってないこれね実は使う使うんよ使っちゃうんすよえ、うん、でも破綻するやんルールが状態ねのっぺりしてるからこれね面白いんだけど無理やり区切るの無理やり区切るそうそう無理やり始めと終わりは作っちゃうの、ね、そしたらその中の一瞬を切り取れるじゃんまあ理論上そうそう理論上ね、うん、そうできるねもちろん真剣だし例えばリブ住んでるとかやったらだったらじゃあ Seike is living with his parents to save up money おこれは Seike、うん、はお金を貯めるために親と今住んでます、うん、おうおうおう to save money ね to save money お金を貯めるもう家賃高いもん一人暮らしまあ確かにねマジで一人暮らしすると給料もね給料の分減っちゃうから次回住んでっていう人もちょっといるね俺はちゃうけど違った、はい、これでもなんで I live with 僕ない I live with my parents to save money の方が良さそうやけど今住んでるし、うん、始まりも終わりもなさそうやそうだね I live っても正しいんだけど、うん、これはその親と一緒に住み始めた瞬間を始めとして、うん終わりを、うんまあ、お金が貯まった状態で出てくる、はい、ってところに置きます To save money ね目的を確かにお金を貯めるためって言ってるもんなそうそうそうあっていうのがまあ終わりした時のこの区切りがあるよねもう ここで区切りを作っちゃってこの区切りを作った中だったら切り取れる一瞬があーなるほどね、うん、その話者それは言う人の感覚の問題ってことだよね、まあ、そうだねどこを強調したいかによるとかね、うん、そうだからここを一瞬切り取ることでそのまあ終わりがあることが分かるから、うん、その一時的に今親と住んでるんだっていうのがまあ分かるなるほどね。そう一時的なニュアンスが出てくる、うん、現在系のままやったらもうお金貯めるためにもうずっといますみたいなゴール特にないですみたいな感じだけどそのリビングっていうことでいわゆる終わりを強調してるいわゆるお金の貯め終わった時を強調してるから、うん、貯め終わってなんかあるんやろうななんか上京するみたいなそうだね、うん、そういうのが終わるとかあそうそういうのあるからこそそこだけですみたいなそうっていうのを言いたいがために現在進行形を使ってるってことそうですねへえー、確かにそう納得はできるねうんじゃあ逆にちょっと難しいので言うとこうリゼンボーとかはあーさっき言ったリゼンボー似てるっていうのは確かに難しくない難しいね確かにこの動詞の場合は、うん、現在進行形にするとそのだんだん似てきてるっていう意味になるのそうどういうこと動詞によってね何を強調するか変わってくるんだけど、うんまあ、例えばじゃあ Seike is resembling Taka more and more ほうほうどういう意味これは Seike、はい、は、うん、だんだんとあのワンオクのタカさんに似てきているありがとうございますって言いたいけど、うん、怒られるからなうん、この間言ってたよね俺は言ってない出ない言ってない言うな言うなオフのやつ言うなまあまあでも待って文章で言うと Seike、うん、is resembling yes resembling
高。高 more and more。 more and more って何？すごく。more and more はその、まあ、なんかどんどんみたいな。どんどん。more はもっとって意味じゃん。あ、もっともっと似てきてる。そうそう、もっともっとさ。それどういう、だ始まりと終わりはどうなの？始まりはいわゆるその高さに全く似てない時期。なるほどね。うん、はいはいはい、それが今かもしれないし、うん、まあ1年前くらいかもしれないし、はいはいはい、とにかくそういう時期、うん、で終わりは似てるっていう状態。あー、なるほどね。似てるっていう状態があって、うん、そこに今向かっていってる、ここの区切りの中の一瞬。あ、そういう区切りを作ってた。始まりが似てない状態で、似てるというゴールに向かって今進んでって、その一瞬を切り取ってる。そうで、進んでいってる途中だから今顔がこう変形していってる途中みたいな。変形な、何があったんやまあまあまあ、その成長とともにね、そうそうそう、変化してその一瞬を切り取ってイコールだんだん似てるってことやもんね、yes。 その動きの一瞬やから。そうそうそう、あ、っていう意味なんだ。そう、面白いね。すごいね、これ学校だったらリゼンブリングとか言ったらもう怒られるレベルやから、その何を習ってたんだって。そうだね、うん、だからまあつまりその状態同士イコール進行形にできないというのではなくて、うん、正しくは使いにくいってことだね。そうだね、あくまでもだから使えるのは使えるんよ、うんうん、どうだろう、ネイティブの感覚からすると使える使える。そうけど、それをまあいちいちこう区切ってくると、まあ面倒くさいっていうかややこしくなるから、まあ学校では多分やけど、憶測ですけど、状態同士イコール使えない。確かにややこしいもん、うん、それ以外は使えるみたいに分けてるんやと思う。だから学生の皆さんは、まあ、まあ状態同士は基本的に ING にしないと、多分答え方の、ね、答え方だったら問題ないと思う、うん、ただもっ と、ね、うん、だ本質はでもそこじゃないっていうとこかな、うん、はい、はい。もう一個気になることがあって、はいはい、今思い出したんやけど、その、うん、さっき状態同士の話したやろ、はい、いわゆるステータスとかを表すような状態を表すものね、yes。 でその前にプレイとか その動作同士ね、うんうん、動く分かりやすいものを教えてもらったけど、そのプレイとか その中でも、例えばストップとかね、うん、とかあとアライブとか、うん、そういうそのストップやったら止まる、うん、アライブやったら着く、着く、うん、これってさ、そのでも着くで終わるやん、この一瞬で。だからもうスタートもないやん、スタート終わりみたいな。確かに、わかる、スタート終わりそう、着くっていう動作を始めました、うん、終わりですみたいな、うんうん、とか die とかね、ちょっと演技悪いけど、うん、死ぬという、うん、このね、どうしも続けられる行為ではない、終わりやな、その動詞始まった瞬間、うん、だからプレイとか、あとは read とか、まあ、読むね、うんうんうん、とかとちょっと性質違うじゃん。違うね。これはどうなん、これ無理じゃん、この無理じゃない、これはいい質問ですね。この場合はでもこれも始めと終わりを作っちゃうの、無理やり。ああ、そうなんだ。で、その時をこう引き伸ばす感じで、じゃあ arrive ってさっき言ったら arrive 着くね、arrive 着くは到着する、そう、到着する。で、まず初めは到着してない状態から到着した状態、はい、ああ、そこでそう、もうここブーインとか引き伸ばしちゃって、着くっていう状態に向かっていっている、この区切られた空間の一瞬、ああ、そっちになる、切り取るので、はい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 、訳すとなると着こうとしてるっていう。ああ、そっちになるんや。そう、その動作の中の一瞬じゃなくて、その動作に始まるまでの一瞬を切り取ってんねんな。あ、そう、そういうこと、そういうこと。だから意味も違うわね、今してるじゃなくて、そうなろうとしてるって感じ。あ、そうだね、そうなろうとしてるってこと。で、I'm playing サッカーやったら今サッカーをしてるっていうライブ感やけど、 I'm arriving at 渋谷ステーションとか、例えばそうやったら、うん、だんだんと今着こうとしてるみたいな感じ。そう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 、こう着く途中、着く途中みたいな。あー、なるほどね。そうなのよ。でも確かに、あのね、文法書とかでその dying、 うん、そのさっきの die の ing の言葉っていうのは、うん、死にかけてるという意味になりますみたいな。あ、なるんだ。で、習ったはずやん、なんかちっちゃく、そういう意味として覚えたんやけど、へぇ、これはでもちゃんと理にかなってるね。まあ確かにかなってるね、そう考えると。だからそれで言うと die というのは、まあ例えば死ぬという終わりに対して、その今まあ死んでない元気な状態、うん、というところが何、繋がってる、つながったとして、うん、その間をこう区切ってる、そうってことは、これはまあ死に近い、死にかけている、うん、あ、そういうことか。そうだね。だから例えば、うん、My plants are dying。おお、で。だから私が持っている観葉植物が死んでいっている。枯れてきてるみたいな。枯れてきてる。なるほどね。はいはいはい。あ、確かによく使うな、それ。うん、水与えすぎちゃった。そっちかい。うん。考えろ。黄色くなっちゃった。黄色くなった。うん、え？緑の葉っぱが。黄色くな。ああ、そういうことか。うん、びっくりしたびっくりした。どんな色なるんだよ。はい。あとはじゃあ例えば、はい、うん、Lisa is starting to like Seiki。おー、どういう意味？したら、リサはセイキを好きになりかけている。おー、嬉しいですね。やっとこの分来ましたが。よかったですね。はい、まあ、例文、ただの例文だけど、ね。リサもいないよね。まあ、確かに。そもそもね。そもそもいないよね。架空だけど、リサは。ちょっと嬉しかったのは、なんか不思議やな。はいはい、だこの場合はだから始まるというのをこう最後の終わりにして、うん、その始まりというのをまだ始まってない状態、ね、ちょっと分かりにくいけど、はい、にした時の間やから始まろうとしてるってことね。始まろうとしてる。そうで、何が始まるかっていうと、うん、正義を好きになるっていう状態になること。あ、 そこに行くまで
の間ですね、うん、だんだんと好きになってその好きになろうとしてるって感じね。まあ、なんか俺がハンカチを拾ってあげたりとか、まあ、適度なボディタッチにより、やめやめ、いやいやいや、あかんのか、うん、あかんね、あ、そうなんや、え、そうなんや、結構効果的やと思ったけど、まあ効果的ね、はい、はい、でこれね、今の踏まえて実は未来の予定を表すこともできるの。え、未来面白いよね。どういう風に、ちょっと面白い、最初のあのイメージで、うん、始めと終わりという、そう、始めと終わりっていうイメージで、あって、それで未来を表せんねや。そうなんですよ。どうやって、どういうことかというと、例えばじゃあ I'm going to the beach tomorrow、 I'm going to the beach tomorrow、 はい、明日ビーチに行きます。おお、そういう意味なのよ、うん、I will go とか言っちゃいがちやけど、うん、I'm going to the beach。 そうなんですよ。へえ。でこの場合は、うん、まず始まりは今ね。ああ、始まりは今。そう、はい、今もちろん。そう、終わりっていうのは明日そのビーチに行くこと、時。まあそうやね、 tomorrow って言ってもね。そう、はい、tomorrow、 tomorrow、 知ってる、うん、I love youTomorrow、 はい、はい、Tomorrow なんですよ。はいはい、知ってます。あ、そうか、はい、で、この区切られて一瞬を切り取ったんだけど、これ何してるかっていうと、もう準備、明日に向けての準備をしてたりとか、あと気持ち的な決心がもうついてる、心の準備ができてるから、その物理的にビーチに今行ってる行為はしてないかもしれないけど、もうなんか気持ち的にはもう行ってるみたいな、もうその予定はもう始まっているも同然みたいな感じ。自分はもうビーチに向かって行ってるんだみたいな気持ち的に、気持ち的に、そうそう、おお、そう、ウキウキしてるって感じ。そう、ウキウキしてるとか、おお、だから、うん、まあ、そのいわゆる日本語に訳すとなると、まあ訳みたいな感じで未来の予定を表す風になるの。結構むずいな、まあ、でもなんとなく分かった、ね、要は話す人にとってはもうスタートしてんだよな。そうなの、もうビーチに行くことはでスタートしてるってイコールもうそれが完了する前提やん。そうだね。ってことは確定した未来やな。そうです。もうおっしゃるように、そうだから、もう確信してる、うん、もう絶対これはやるとかこれは起こるっていう未来に対して使う。だってもう始まってるもん、その行為始まってるもん。そうそうそう、だからこそその I will なんとかとか I am going to go to なんとかっていうよりも確信度高く、あ、そうなんや、確実にもうこれやりますって時に使う。あ、そうか、 I will やったらただ意思やもんね。そう、意思だ、ね、前ちょっと will と be going との違いの時やったけど、うん、意思やからまだ動作は心の中でも行ってないもんな。そうだね、あくまでも予想、これからこれから予想でしかない。そうだけども進行形はもう始まってるから自分の中で、そうそうそう、もう絶対絶対怒るって感じ。そうとか、もう怒ってるみたいな、ね、もう怒、そう、怒ってるもんね、うん、なんかむずいけど、むずいんでさ、本人からして怒ってる、周りからすると絶対怒るって感じね。そうだね、うん、なるほどなるほど、はい、面白いな、面白いね。でも、はい、でもこれめっちゃ使えます、めっちゃ使えるねこれ。例えばじゃあその理解を踏まえて1個例文作ると、うん、例えば、うん、I'm meeting Lisa tonight。おー、これはリサ何するんですか。いやいや、まあまあ、日本訳で言うと今夜、リサと会う予定です。おー、はいはいはい、これ確定したみたいな、確定してる、もう、うん、もう行く気満々だね、絶対行く、はい、要は始まりが今で、リサと会うのがゴール、うん、終わりで、その今途中、いわゆる自分の中ではもう会うことに対して始まってるわけやんもう気持ちとしてもワクワクしてるし、あのまあちょっと髪の毛のセットとかね、そういうのも教えて、自分の中でもミーティング完了まであと 50% みたいな感じ。そうですそうです、そんなイコールもうね、確定してるから、確定してるね、 100% ありますみたいな意味だとね。そうですそうです。ああ、なるほど、うん、まあ、だからより正確に気持ちを表す日本語訳としたら、今夜私はリサに会いますみたいな感じかな。ああ、確かに言い切ってる、会いますみたいな、言い切ってるもんね。あー、でも結構じゃあ使えそうやな。結構使える、なんか日常生活でほんまに使ってそう、めっちゃ使ってるよ正直。だよね、うん、ウィルとかよりなんか使えそう、だって大体その合うやん、予定とか組んだら合うやん、うん、でその女性とかだったらその化粧とかするわけやん、うん、ってことはウィルよりも使う人多そうな気がする。そうだね、まあ、特に自分のことに関しては結構使うこと多いかも。だからそう、ね、そう、なんか今週末何するの時に I will you know, see my friend じゃなくて、うん、I'm seeing a friend あとか多いんやん、っていう方が多いし。確かに、そう、 I'm making dinner tonight。 ああ確かに、今夜だと夜ご飯作るんだもん、材料とかも買ってるかもしれんしな、こんな頭の中で考えてるかもしれない。確かに、そう、考えてるのももう始まってる、そう、一部かもしれない。そうそうそう、あー、なるほどね、おもろいな、はい、ちなみにこれめっちゃ上級編なんですけど、めっちゃ上級編、うん、おもう一個の使い方最後、うん、があって、おうおう、そう、ネガティブな習慣を表すときに使えるの。ネガティブな習慣、そう、全然意味変わってくるけど、ちょっとこれ難しいんだけど、例文とかある？あ、例文ね。 Seike is always playing the same song。 おー、どういう意味？
これは正規はいつも同じ曲ばっかり流してる。ああ、なるほどね。うん、これマジ話やな。マジ話。はいはいはい、あ、僕は気づいてる、うん。俺ハードリピート好きやから。そう、ハードリピート。いや、わかるんだけど、ね、自分一人の時にやったから。なんかそうそう、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、これが確かにネガティブに捉えてるってことだもんね。そうだね、さっきの言い方みたいに、ね、はい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 。でもそれがなんで進行形かっていうのは全く分からん。これロジックがあります、ちゃんとロジック論理があります、はいはいはい、これね、ギャップをね作り出すことで皮肉な表現にしてるの。おおおお、まあネガティブな表現、そうそうそう、を作り出してるんだけど、ギャップ、そう、まあ、どういうことかというと、この使い方の時って基本的にいつもっていう表現を入れなきゃいけないの。オールウェイズ的な、そう、さっきも入れたみたいな、はい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 、オールウェイズとかね、おうおうおう、っていう言葉があって、うん、これを一緒に合わせることで、まあ、皮肉が生まれるわけよ。なんで？なんでかというと、うん、さっき言ったみたいに進行形って一瞬を取り出すじゃん、ある何かの動作、うん、一瞬、一瞬、そうってことは一時的にこう何かやってるだけのものなのに、うん、いつもって入るの。あ、確かにそこ一緒に使われへんっぽいもんね、うん、それがギャップか。そう、ギャップなの。そう、あー、なるほど。そう、だからこの一瞬の動作をいつもやってるよねっていう風にこうなんか文句っぽくよく言うことができるの。あー、なるほど。そのギャップがなんかこうネガティブなこう皮肉の表現として今は使われてるんだ。そうだね、そう。めっちゃ特殊やな、これ。特殊。ちょっとなんか慣れないとね、難しいかもしれないけど。確かに。でも、まあ、考え方難しいけど、使うのは結構簡単やな。例えば、うん、You are always sleeping とか。Excuse me? That's true though. いつも寝てるよなみたいな。確かに。これちょっとだからネガティブに言ってるって感じだもんね。言ってるね。だから使えるのは結構使いやすいわ。あ、そう。あ、だってオールウェイズと進行形使ったらいいもんね。確かにそうだ。だからその背景的な知識が結構むずいというか。なるほどね。なんで進行形なのかっていうところだね。そう。が難しい。さっきのその時間軸、その始まりと終わりとかじゃない話やから、うんうんうん、派生みたいな感じだもんね。まあ派生だね。へ、うん、でもこれちょっとみんな使ってみてください。はい。あとは、まあ、例えばじゃあ always じゃない言葉で constantly、 constantly はなんか常に、常に、ああ似てる言葉ね。そう、あ、ごめん、似てる言葉で、まあ、constantly みたいな。なるほどね。っていう風に使った例文として、じゃあ I'm constantly fighting hunger。 おお、どういう意味？私は常に空腹と戦っている。なるほど、これも事実ですね。あ、そうですね、うん、これも事実です。かなりもう今ものアップでこれ終わったら何食べようって感じ。かなり忠実に再現してます、ね。はいはい、これも何、自分のことをネガティブに言ってること、まあ、自分のことっていうか、その自分がそのハンガー、空腹と戦ってることに対しては別に、まあ、よくは思ってない。あ、なるほど、ね、どうにかしたいなって思ってるみたいな、っていうのをそのコンスタントリーと、ファイティングっていうその一時的なことをギャップを生ませて表現してるってことね、はい、おもろいな。おもろいね。これはええわ、使ってみます。これはええよ、はい。ちょっと今回のまとめいきましょうか、はい。現在進行形のポイントは始まりと終わりがとい う、 こう時間的な制限の上で一瞬を切り取っているというのがポイントです、はい。でこれに当てはめれば基本的には全部の動詞で使えるってことだよね。そうね、うん、たとえそれが状態動詞であってもその区切りをつけるような状況であれば使えるし、うん、その解釈の仕方によって確定した未来を表すことができるっていうのがこの現在進行形の本質、はい。なので皆さんちょっとこれを頭に入れるともっと英語楽しくなると思います。間違いなく、はい。ここで問題。お、今から言う日本語文の英文をコメント欄までください。正規は明日の朝台湾に行きます。おお、もうどう、もう準備してる、準備しますね今から、うん、っていうことです。もう臭豆腐もね、何食べようとかもシミュレーションしてます、もう今から。あ、ということなので、はい、これで分かったかな。待ってます。この動画で分からないことあればコメント欄までお待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。 Alright, this is it for today. Thank you for watching our video. We'll see you next time. Bye for now. これは、うん、私は株式会社正規に歩いている。株式会社正規と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 株式会社正